はい、おはようございます。不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今からね、自分の管理アパートね、契約終わりましたんでね、その一部屋をの荷物をね、ちょっと荷物というかディスプレイをね、どけに行って、ちょっとアパートの掃除をね、今から していこうかなっていうふうに考えてます。12月に入りましてね、ほんといろいろ忙しくさせてもらってます。おかげさまでね。まあ締めの関係もありましてね、動画の更新がね、なかなか撮れずに、ほんと久々のね、更新です。それでですね、なんか中学校がマラソン大会かなんかしてんのかなまあまあいいんですけど、まあ、そういった感じでね、部屋がね決まりました。それで、お部屋のね家賃ね、33,000円だった部屋、もともとね33,000円のワンルームだったんですけど、それをねちょっと付加価値をつけてね、よりよく見せてね、42,000円でね借りてもらうようにしてます。やっぱりね、付加価値をつけてね、より高い家賃を取れるようにね、するっていうのがね、不動産投資のね基本だと思いますんでね、実際1万円ぐらいね家賃が多くいただけるということでね、年間に直して12万円、ね、それだけ収益が増えるわけですよね。そういったね、部屋のディスプレイをね、今からねちょっとね見てもらおうかなっていうふうにね思います。あとね、それをまあまた一つね、ワンルーム空いたのでね、別の部屋にね移動させてね、またディスプレイを飾り付けをしようかなというふうにね考えます。もう12月年の瀬ですけどね、おかげさまで順調にね部屋はね埋まってます。まあ満室でね僕は当たり前だと思ってますのでね、まあその当たり前をね実践にすべくね、やれることをやるっていうことでね、今日もね過密スケジュールですけどね、まあやれることはやっちゃうよということでね、僕はねだいたい午前中、今がね9時半過ぎぐらいなんですけど、だいたいね午前中が一番自分が動けるっていうのをね、自分のことよく分かってるのでね、まあだいたい朝方にね処理をほとんど終わらせて、昼からは人との打ち合わせに挑もうかなというふうに考えますね。てなことでね、今からアパートの状況をね動画でね撮っていこうかなと。今日はちょっとね iPhone ね、 GoPro ちょっと調子悪いんでね、 iPhone で撮っていこうかなというふうにね思いますんで、よろしくどうぞ。到着しました。こういったねディスプレイをねこの部屋では置いてます。この部屋ね、通常家賃33,000円っていうところでね、以前は募集かけてたんですけど、今はねこういったディスプレイを置いたりね、まあ、ちょっとした飾り付け、あとリフォームですね、もう職人さんに入ってもらってバッチリ入れてますね。ある程度費用はかけてます。こういった形でね物件をキープすることによって、より質の高い入居者が入ってね、相場よりちょっといい家賃が取れるっていうことでね、そういったことにものすごく努力を惜しまずやってます。1万円ね余分にいただける、まあ余分にというか1万円ね相場より高めにいただけるということでね、年間約12万円、それだけでねここのお家賃の3ヶ月分程度のね費用が賄えるっていうのでね、仮に3ヶ月空いて募集をかけたとしてもね、十分元が取れるっていう計算ですのでね、そのような計算を立てつつね募集をかけるということで、より質が高いね、賃貸経営がねできるんじゃないかということでね、今からこれをね撤去してね、また別の部屋でディスプレイしていきたいなというふうに思います。以上です。不動産投資塾塾長の菊ちゃんです。今ね
新しい部屋にね、新しいディスプレイを設置しました。まあ僕ね、ディスプレイを設置するプロじゃないのでね、基本同じ、先ほどのね入居が決まった部屋と同じですけど、ちなみにね、どれぐらいの費用がこのディスプレイにかかっているのかっていうのをね、今から数字でお知らせしていきます。まあさっき話した通りね、1ヶ月あたりね、通常まあ3万3000円のところが、今こちらでは、教育費でね、4万3000円いただけてるよ、あ、ごめんなさい、4万2000円です。4万2000円いただけてるよということで、約ね、9000円。あ、約じゃない、9000円ね。9000円相場より、たくさんお家賃いただけてます。そのためにかかったね、ディスプレイの費用をね、ちょっとお伝えしていこうと思います。まずね、カーテン。これワンポイントでね、結構可愛いから、この緑とね、壁紙緑を合わせるようにしてます。このカーテンね、ニトリで確か3000円だったかな。3000円ぐらいです。3000円の消費税でしたね。あとワンポイントでね、赤の照明つけてます。今日はね、この部屋通電してないのでね、電気つけてないですけど、これはニトリで890円。約900円ね。で、A ですね。これは300円ぐらいだったかな。で、この黄色のテーブル。これはね、ニトリのアウトレットで買ったんですけど、1000円しなかったと思いますね。で、この花、これ100均で買ってますね。花といいますか、ローズマリーじゃないですね、香りがするね、なんか、ちょっと詳しくわからんんですけど、こういうね、わかります？こういう花びらのね、香りがするやつですけど、これ100円ですね。で、Mac のね、これ iMac G3 っていう昔のモデルですけどね。デザインが可愛いのでね、オークションで競り落としました。約5800円だったかな。当然動きません。コンセントもつなげてません。見た目だけです。で、あとね、してるものといえばね、入る方の配に配慮して、メジャーね、メジャー、ボールペン、あと、こういったメモ帳ね、こういったね、もの。当然100均で全部揃えてますんでね、300円ぐらいですね。あと、この部屋ね、もうリフォーム終わってるんですけど、つい先日完了しました。クロスの張り替え、床のクッションフロアの張り替え、ハウスクリーニング、全部入れましてね、約ね、9万円ぐらい費用かかってます。ですからね、これ、まあリフォーム代9万円で大体妥当かな。ワンルームのね、リフォーム代で9万円。まあ、10万円しなかったと思いますね。ぐらいで仕上がってます。色もね、統一感を持たせてね、一応配置してます。ちょっとね、映像では伝わりにくいかなと思うんですけどね。今日ちょっと曇ってますからね。まあ、こういった形での演出。つまり、まあ、ハウスクリーニングとね、部屋のリフォームっていう費用はね、当然かかってくるんですけど、ディスプレイにかかる費用っていうのはね、1万円ちょっとぐらいでね、こういった形で演出できますのでね、それだけでね、毎月9000円のお家賃が上乗せされればね、全然ね、費用対効果はね、あるんじゃないかなというふうに思います。またね、詳細欄にね、貼っつけておこうと思いますんでね、参考になれば幸いです。以上です。